侍ジャパンの万波中正外野手が、宮崎秋季キャンプのフリー打撃で快音を連発した。両翼100メートルの清武側見スタジアムで、他の侍バッターが軒並み0本の中、2度の3連発含む10本の柵越えを披露した。初日にはバックスクリーン直撃弾に秋広らが驚嘆の声を上げており、連日注目を浴びた、見守った井端弘和監督も驚きとともに嬉しそうだった。他が軒並み0本の中、むしろこっちに不安を覚える。フリー打撃でコカレーはいかんでしょ。しかもその万波が最後まで練習してたとか。万波やばくね。マンハが大谷状態で草。体格とパワーはガチで NPB 時代の大谷に匹敵するからな。打撃センスにちょいと差があるけど。他のやつは何やってんねん。秋広は驚いてる場合かよ。牧野村秋広は頑張れよ。牧もいたよな。さすがにお疲れか。牧は調子悪いんか。万波柵越え連発でも松坂は岡林の短打に夢中で笑ったわ。ホームラン打てるバッター万波しかおらんのか。他の奴らがヤバいだけでは。井端ジャパン大丈夫か。力負けしそうな匂いがプンプンしてるんだが。崩されると弱いから来るボールわかってるフリーやと無双やな。他が練習上がってる中最後まで残って筋トレしてたんやろ。他の侍連中とは意識が違うわ。牧は休ませたれよ。 WBC も出とるんやから。逆に牧なんでこんなメンツに混ぜたんや。格が違いすぎるやんか。さらっとヤバいこと書いててくさ。言うてみんな練習まだしてたやろ。他の打者どうした。オリと阪神の選手は休ませてあげればいいのに。去年11月の強化試合はオリ役の選手出てたのに、今年だけ休むのもおかしいやろ。万波歩かせとけ点取れなそう。最近気づいたが万波って下半身すごいな。上半身はそんなでもないのに。横浜が見送る横甲出身は当たる。先輩が打撃横やろな。打撃練習見てたけど一人だけ打球の質が違ったわ。逆にフリー打撃で柵越えなしとかありえるんか。そっちにびっくり。